それです。今回ですけどもプレイステーション4 100台ねプレゼントするって言ったんですけども、ちょっとこれについて疑惑がネットで出てるみたいで、まあこれ僕に関しての話じゃないんですけども、他の YouTuber の方のプレゼント企画最近は結構ねされてる方が多いんですけども、まあ、こういうゲーム機の箱が空箱なんじゃないかっていう疑惑が出てるんですよね。今日ほんと深夜に8月13日日曜日の3時55分ですね。明日俺8時起きでね、まあ、これあとだから4時間後ぐらいにもうオフ会に出発するっていうレベルなんですけど、で緊急で撮ってるんですけども、なんかその夜ぐらいからリップとかコメントで空箱なんじゃないかみたいなコメントがすごい来て、なんでこんな来てるんやろと思って見たら、なんか YouTuber でそこそこ登録者が10万人ぐらいいる、名前ちょっと忘れたんですよ、家なんちゃらさんっていう人の動画で空箱なんじゃないかということが言われてて、かなり問題になってたので、まあ、僕はそういったことはしてないということを今回ちょっと証明したいなと思います。他の YouTuber がどうとかっていうのは僕には正直分かんないので、今回に関しては僕に関しての話です。僕は、ね、確かにお金を使ってプレゼント企画をしてね、カスタマーの暴力だとかなんかすごいいろいろ言われてますけども、プレゼント企画で不正行為というかそういう詐欺行為みたいなこと、実際に商品を送らないとかっていうことは一切したことがないので、そこに関しては反論じゃないですけども身の潔白を証明したいなと思います。だから100台ですね、これ今から実際にノーカットで早送りは多分使うと思うんですけども、カットはなしで全ての中身を確認する作業、めんどくさいっちゃめんどくさいんですけども、こういうの1回ぐらいしとかないと疑う人はずっと疑ってくるのでやっておきたいなと思います。でもしね YouTuber の方でプレゼント企画でこういった空箱とかみたいなことをしてる方は本当にやめてほしいなっていうふうに思います。僕まで同じように見られたりとか巻き込まれたりするので、その辺はちょっと本当にやめてほしいなというふうに思います。もしいるならそういう方が、わかんないんでなんとも言えないですけど、まあでも証拠は出しようがあると思うんで、僕みたいに中身を全部見せるでもいいですし、領収書、まあ今回領収書ね見せたなかったんですけど、僕関西の方に置いてきてるんで、これ実は関西の方で購入したやつをコシちゃんが持ってきたんですよね、車で。だからコシちゃんがいたんですよ、ね、2、3人ぐらいで車でプレイステーションを関西から運んだんですよ、これ実は東京に。だからちょっと領収書の方が関西にあるんで今はないんですけども、だからまあ中身をもうやろうかなと思って急遽撮ってます。まあ、オフ会ちょっとね寝たかったんですけど、こういうところで疑われ疑惑が残ったまま、こういうプレゼント企画を今後もやっていこうと思ってるのに、それが疑惑残ったままやり続けるのも嫌なんで、確認のノーカット版送ってきたと思います。正直ね動画としては面白くないんでね、コメント欄見てね当たるかどうかとか確認でもいいと思うんですけど、まあグダグダやりたいと思います。ちょっとお腹すいてね、ラーメンとか食いながらやります。とりあえずじゃあ行きますか。はい、じゃあこっからノーカットでね開封というかまあ中身確認していきたいと思います。1個目ねとりあえず行きますか。まあ、とりあえず数が異常に多いんでね、おお開けたね。はい、まず接続機器ね、コントローラーとこれ全部ね入れてるの中か、これあれやな、1個1個、ああこんな感じですね。まあ僕ここから先はちょっとまああれなんで、パンツ入ってます。はい、こんな感じです。どっちもあったやつこれどうやってこうか、これでこうか、結構これは1個1個やると手間になりますね。あーもうこれネジにパスした方がいいかもな。で、ネジに多分パスして、よいしょ、分担作業いきます。じゃあ俺は開ける方で名人が締める方を担当してもらって、ちょっとスムーズにいきますね。行きましょうか。まあこのプレゼント企画はね、これね中身がなかったらねやっぱりちょっとどうしよう意味ないんでね、やってるそれ疑われちゃうと、ちょっとパーツ落ちたな、ちょっと取って、はい、こんな感じです。で、そのな外ですね、違う、はい、こんな感じで入ってます。 OK、 はい、次行きます。はい、こんな感じです。もうこれで大丈夫ですかね、さすがにもうこれ多分中身これ全部かかって鬼のようにかかっちゃうんで、まあ、大丈夫、さすがにこれだけ僕が買ってるってことは考えないと思うんで大丈夫ですかね。まあもうでも一応やるか、ここまで来たってわけじゃないけど、はい、結構えげついからね。これ接続機器なんか入っとうちょっと入っとう量ちゃうんかな、はい、こんな感じです。入ってますね、入ってます。そしてですね、これは出さない無理ですね、いけるかな、はい、 OK、 いきます。この動画公開日オフ会なんですね、
今日こそでネタろうと思ってね、オリーブスパイってね、いっくんと田中さんで早めに行ってね、絶対ネタろう思ってたんですけどね。まあまあまあ、これ結局遅く出したらどうせ後から PSO 勝ったやろとか言われたら困るんで、いやほんとそういう風になるんでね。なるほど。一回とりあえずもう僕も長い間プレゼンやってきてるんで、その言ったら全てが疑われちゃうんでね、一個疑われると。だからもうここはちゃんとあのこの動画で、まあ、ちゃんとその辺はやってますよってことだけね、そういうこと思います。まあ、プレゼント企画がね、その善なのか悪なのかっていう話は置いといて、まあその登録者が痛いなってきたらプレゼンションを開けるとき気をつけてください。さっき切りました、わずかに、悪なのかというのも言われてますけど、まあ僕としてはね、結局これ誰も損しないっていうのがあるんで、前提として誰かがこれプレゼンションあのプレゼンションやって損するならね、あとあれだとは思うんですけど、まあ、僕はだからプレゼン曲がすごいいいなと思ってるんですよ、正直なところ。で僕たちも、ね、YouTuber で再生数チャンネル登録者数っていうのはやっぱり一個のモチベーションにつながりますし、なんていうんですかね、登録者数が増えるだけでもっといいとこ出そうってなるんですね、気持ちが上がるというかね。そういった意味ではこのプレゼント企画っていうのは YouTube を続けていく上でのモチベーションにもつながりますし、やっぱりやっててなんていうか嫌な気持ちはしないですね、正直なところ。お、はい。まあ、それに本当に動画自体がね面白くなかったらチャンネル登録者数が100万いても再生回数10万いかない人もいるわけですから、だから結局プレゼント企画やったからといって再生回数が伸びるっていうわけでもないんで、結局モロハの剣ではあるんですよね。言ったら自分のチャンネルに自信がなければプレゼント企画って連発できないんですよ。連発しちゃうと登録者数と再生回数が大きく離れちゃうんで、言ったら登録者数僕今250万いますけど、再生回数がもし仮に2、30万しかいってなかったら多分みんなお怖いと思いますよね、俺のこと。そういうリスクもあるわけですよ。だから本当に毎日面白い動画を上げていかないと、この登録者に見合った動画を上げていかないといけないっていう風な気持ちになるわけですよね。だからそういった意味でも排出の陣なわけですよ、これ。言ったら登録者がまあ普通よりプレゼン企画することって増えてるわけなんで、その登録者に見合うような動画を出して、それに見合うような稼ぎ方を取ろうと、そういう仕組みが生まれるんですよね。結構慣れてきましたね、いいペースですね。でも今までプレイステーション4って俺こういうふうに開けたことないかもしれない、人生で。あんま思い出はないな。はい、こんな感じです。開けた思い出がないですね、こんな感じで。結構ね、僕も多分 PS4 の数で言ったらね、何台ぐらいなんですかね、発送してきた数で言ったら本当に多分500台ぐらいは発送してるんじゃないかってぐらいの発送してきましたけど、中をよくよく考えたら、その僕基本的に新品を買うんで中をわざわざこうやって確認することってあんまりなかったんですね、今思えば。こんな感じになってるんですね、 PS4 って。もっとちょっと見やすくしとってほしいですね、確認できるようにね。もうスケルトンだよ、スケルトンで僕スケルトンとしてるの、これなんかこのプレゼンの企画用になんか PS4 で作られてないから、別にスケルトンしとったな、もう。はい、新プレイですよこれ。まあ僕もね、この、まあ、状況はしてないんですけど、まあ、東京での生活が増えてね、有楽舎で撮影することもかなり回数が減って、まあ、ため撮りで何本か撮ってるのもあるんですけど、東京でのイベントとか増えてね、ネクストステージと絡むこととか、あとバズと絡むことが多くなってきてね、あとプラスアルファで光るゲームズのメンバーねと何かすることが多くなって、関西での生活減ったんですけどね。まあまあ東京生活もね、このちっちゃい家、ちっちゃくないんで 2LDK ぐらいですか、の家に4人暮らしで今現状ね生活してます。まあ実際ね、お金出せば一人暮らしもできるんですけど、そこはなんていうかね、ハングリー精神が欲しかったというかね、やっぱ一体感っていうんですか、チームのメンバー、チームと一体感を持って活動していきたいなってのがあったんで、あえてちょっとこの狭い箱で複数で暮らすっていうことをしてます。で家賃はちなみに28万ぐらいですね、ここで。だから4人で暮らしてるんで1人まあ7万ぐらいですか、恐ろしいぐらい僕にしたら安いですね。僕なんかイメージだったら月1人100万ぐらいとそのでもおかしくないイメージだと思うんで、まだそんなことはしないんですよ。僕はあまり住居に興味がないんでね、言っちゃなんですけど、住むとこと食べるとこと、食べるものもね基本的に好きやとかね、松屋、まあ、東京やったら松屋と弥生軒、あとラーメン屋ですね、鉄板でラーメン屋とか行ったりしますね。偶然ね、前東京のラーメン屋で塩ラーメン食べたチョコスモのケビン君と、あと何だっけ、東京コンセントマジックのボブあいましたね。まあ、なんでこんな話なんですよね、本当に。
だから何やって話したんですか、特にボブに関してはね。誰も聞きたくない話でしたね、申し訳ないです。で、まあこっちのね家でドラゴンクエストの実況できるようにしたりとか、実況設備整えて、スイッチもね、買って、コントローラーも使ってね、パーティーゲームもできるようになりました。まあ東京での生活もね、まあ徐々に快適になりつつはありますね。ただもちろんね、4人暮らしで、でこの 2LDK に実況機材とか全部置いててやるんで、すごいね、まあね、狭いです、やっぱりもうスペースがないあんまり。だからちょっともうちょっとね、広いところ借りようかなっていう、それかまあもうちょっと部屋を増やそうかなっていうのは思ってるんですけど、今のところはねだいぶ少なめで活動してます。はい、こんな感じです。で今動画にはね、ちょっとヒカルゲームの新メンバーの、龍崎も今ここ場にいるんですけど、まあ、ちょっとサポート入ってもらってるんですけど、まあ、ちょっと動画には、ね、顔は出せないということで、一応顔出しはヒカルゲームの登録者が100万人超えたら顔出しするっていうことなんで、嬉しいですね。ヒカルゲームズのチャンネル登録ね、ぜひしておいてほしいと思います、この機会に。そしてヒカルゲームズの方ね、ドラゴンクエスト11の実況してるんですよ。俺の久しぶりのその実況で、ね、しかもプラスドラクエってことで、まあ、再生回数はそんなにいってないんですけど、まあ、もし興味あったらぜひ見てほしいですね。まあ、進めスピードはゆっくりなんですけどね。あとまあパーティー系のゲームとかね、まあ、とりあえず配信頻度が上がったんで、ヒカルゲームズの方ね、そうですね、ぜひ見てほしいなと思いますね。それとネクストメンバーについてもちょっと話しておくと、まあね、ネクストメンバーはね結構今夏休みってことですごい盛り上がってて、全員モチベーションが高くてね、夏で面白い動画作ろうぜっていう気持ちでこうやってるんですけど、まあ、禁断ボーイズに関してもねすごいもう毎日投稿でレベルの高い動画を上げ続けてますし、なんやかんやね、禁断ってなかなか配信しなかったんですけど、夏休みはちゃんとね約束を守ってね、ほんまに1000万いくんじゃないかっていうぐらいのペースでやってますよね。あとまあオッドアイに関してもピンキーのね、一人で活動してて、そっからねああいう風に二人で活動するってなって、まあ、批判も食らったと思うんですけど、でもまあいい感じに馴染んできてて、まあ、かなりね俺としては今後期待できるかなと思ってます。でラファエルに関しては、まあそうですね、あんま特に何もないですね、あいつに関してはいうことは正直。で今後のネクステのテーマですね、まあ、ネクストステージ結構ね、攻めすぎなところがあると、まあ、いろいろねコメント欄でもネクステだけは嫌いやと、はいはい、いろいろ言われてますけども、まあ、僕はネクストステージはすごいいいチームやと思ってて、このチームを作れたこと、そしてこのチームに入れることっていうのは僕にとってはすごいね、誇りに思えることで、これからもこのメンツでね、メンバー増えるかもしれないですけど、今はとりあえずこの4組で、たった4組なんですけど、すごい個性的な4組で YouTube で何か新しい風を起こしていく、まあ、本当に名前の通りね YouTube を次のステージに持っていく、というふうな活動がしていけたらなというふうに思いますね。で今後のテーマも決まってます、実はネクストステージのテーマ、まあ、ちょっと発表できないんですそれについてはね、まあ、裏テーマですね、ネクストステージの裏テーマは、夏休み終わったら切り替わります。まあ、夏休みで僕たちのテーマが実はあって、それはかなり大成功してね、まあ、それの、せいもあってかなりネクストはネクストうざいっていうふうになったかもしれないですけど、実はあれは裏のテーマがありまして、僕たちはいろいろやりたいことがあるということで、 YouTube でどんな言ったら影響を及ぼしていけるのかと考えながらやってます。でその中の一つの、まあ、戦略として、まあ、夏休みに、ね、あることをテーマに動いてました。で夏が終わればもう一つ違うテーマ、もう全く別のテーマで、今後活動していきます。でそれの1個目のあるとして、まあ、計画してるのといったら、もっとぶっちゃけちゃうとネクストハウスっていうのを作ろうかなと、まあ、ちょっと名前わかんないですよね、まあ、ネクストステージの家を作ろうかなというふうに考えてて、いつでも気軽にネクストステージのメンバーが集まって、そこで動画を撮ったりとか、まあ、例えば一緒にゲーム実況をしたりとか、あとは料理を一緒に作ったりとかね、そういう普段今までできなかったことができる、本当にネクストステージのメンバーが全員が集まるシェアハウスのような、なんかまあまあものを作りたいなというふうに思ってます。まあそれはちょっとね今後の僕たちのテーマというか俺がやりたいことです一つ。あとは海外旅行とかもありましたけどね、そういった旅行系もねちょっと今後は増やしていきたい、ネクストステージで何かいろんなことをしていきたいと思ってます。ここでの活動はもちろんなんですけど、ネクストメンバーで一緒に活動するってことは今後も増えていくと思います。あとは店長とですけども、店長も関西に戻った時は店長とかアイビスとかね、おなじみの関西での動画も撮っていきますし、あと他にもね、なんか店長となんかいろいろ別のことしたいなと
いや店長もなんか若干休みが取れるかもしれないみたいなことをちょっと前に言ってて、なんかそのそろそろ落ち着いてきて安定してきたから休みもしかしたら取れるかもしれないって言ってたんで、有楽町の外での店長が見れるようになるかもしれないです、これから先。だからちょっとね幅が広がるんかなと。今までだ店長ね、ずっと有楽町でしか見れなかった、だからあそこの中でしかなかった、あれだからデコで取れなかったんで、有楽町ってね正直何もないじゃないですか、こういっちゃなんですけど品揃えが変わんないというかね、はい、ずっと同じ品揃えでやってる、本当に老舗みたいなもんなんでメニューが変わんないんですよ、有楽町は変わんない。だから正直ね、有楽町って店長は面白いんですけど、有楽町自体にだからもう動画で撮れることが少なくなってきてたんですよね、僕は。まあまあまあ、だからそういった意味ではちょっと店長外にさえ出れるようになれば、まあ例えば店長と、まあ、どっかよくわかんない、その普通普段行ってなかったようなとこ行ってみるとか、店長と帰れません企画やったりとかね、まあ、例えば焼肉1枚が帰れませんとかね、それを店長とできたりとか、今までできなかったんですけど、そういうことが多分今後できるようになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。その辺もちょっとあれですね、期待しておいてほしいですね。はい、こんな感じです。あー俺結構喋ったからだいぶ出たかもだけど、まだ全然半分いってないな。もう半分以上結構きついなこれ。ちょっとこっから早振りが増えるかもしれないね、ちょっともうお腹すいたわ、まあ、オフ会があるから寝たかったな。ここだけの心残りですね。このね、ノーカットに関してはまあ言ってもね、まあ、僕もこれまで数々長い長期ロケっていうのをしてきてますから言っても知れてますけども、この後に寝ずにオフ会がおそらく10時間ぐらいあるっていうのはかなりのハードですね。ハードパンチャーですね、本当に村井亮太ですよ。よし、で地味にね、あのオフ会も、無料で全国を回ると、まあ登録者100万いった時に掲げたんですけども、それも残すところあと3箇所となりました。今日の、埼玉でのオフ会を合わせると3箇所です。あと残ってるのは沖縄と栃木、あ香川もあるんか、香川もある、あじゃあ残り4箇所か、4箇所かな、残り4箇所となってます。いや本当に最初はねどうなることかと思いましたよ。俺も言ったはいいものの、その最初ね一発目多分岡山でやったんかな、岡山でやった時すげえハードで、これやばいなと、これを1ヶ月に1回で11箇所で開催するってこれ結構やばいなとは思ったんですけど、なんやかんやね、まあ、そのボランティアスタッフとかあと事務所の手助けとか、あとまあネクストメンバーが合流してくれる助っ人で来てくれたりとか、あとまあ他のクリエイターね、まあ、チョコスモとかね来てくれたりとか、いろんなことがあってなんやかんや乗り越えてきて、まああと残すところ 3,4 箇所となりました。まあオフ会自体はねやってて楽しいんですけど、疲労感はやっぱすごくて、うん、まあ基本的には僕もなんやかんや多忙なんで寝ずにオフ会に行くことが結構あって、半分以上多分ねほぼ寝ずに行ってるんですよね。でやっぱ寝ずに行くとねもう結構えぐい感じになるんですよね。やっぱずっと、まあ、基本的に写真撮影があるんで、やっぱりその表情を作っていかないといけなかったんで、なったりでもう表情が作れなくなっていくとね、いうような状態にもなったりするんですけど、まあできる限りね、まあ、その辺はなんとかしようとは思うんですけど、まあ難しい時もあるんでね、まあ、まああれなんですけど、まあやってよかったなっていうのは今のところ思ってますね。まあ、最終全部回りきって、ね、全国回りきってどう思うか分かんないですけど、まあ、何かその達成感はあるのかも分かんないですけど、まあ、僕としてはね今の時点で多分もう2、3万人と出会ってるんでね、2、3万人と会うってすごいですよね。なかなかできないことなんで、やっぱりその地方に行くってしか来れない子たちも多いわけで、その東京とか大阪ってオフ会多いと思うんですけど、北海道とかね福岡とかでオフ会開く人って少ないじゃないですか。しかもそれも無料で何千人規模で、だからそこに意味があると思ったんで、僕は、まあ、これはちょっと来年もなんぼかちょっと続いていきたいな。ただ人数が最近ちょっと多くなりすぎてて、無料っていうこともあってちょっともうそのキャパシティオーバーというかね、まあ、もう握手写真撮影全員できないとかっていう風な状況になりつつあるんで、そこはちょっと考えながらちょっと今後やっていこうかなっていう、来年も多分何かねそれに近いことやると思うんで、それをやっていきたいなというふうに思ってますね。あとは僕はねプレゼント力、まあ卑怯だとかなんかいろいろ言われてますけど、今後もやっていきます。僕は多分ずっと、まあ規制が入るまではね、まあ、仮に Google 側からねプレゼントダメですとかってやったらやらないと思いますけど、そうじゃない限りはやっていこうかな。テレビでも普通に検証するのもいっぱいやってますよね。
雑誌とかでもやってる、多分それに近いものがあると思うんで、僕としては、うん、まあどこにお金使うかっていうので、なんか視聴者への還元っていう意味では、これはまあ視聴者の多分結局盛り上がってくれるんで、プレゼン企画ってなんやかんや、そのね、少数の人がね、まあ、あとにかく言ってると思いますけど、プレゼン企画のところの高評価の低評価の割合みたいなのが結局わかるんですよね。あ、プレゼン企画ってやっぱ需要があるんだなって思いますね。やっぱり別に高評価してくださいっていうふうに呼びかけてなくても、高評価10万ついたりとか20万ついたりっていうのはザラにあるん で低評価の数もすごい少ないんでね、普段の動画と比べると。それぐらいだから、なんていうか、うん、一緒に視聴者と盛り上がれる企画なんやなっていうふうに思いますね。ほい、あとね、今ネクストステージは多分YouTube の中ですごいね、ちょっとイメージを持たれてないことも多いと思うんですよ。他の人のコメント欄とか見たりとか、まあ、リップとか見たりとかしたらね、ネクストやる投資とかねっていうのがあると思うんですけど、これってね、多分、まあ、YouTube 好きな人はね覚えてると思うんですけど、思い返してみてほしいんですけど、1年前、まあ、僕がネクストステージを作る前っていうのは、その立場にあったのはどの事務所だったかってことなんですよね。その立場に当時、今一番の事務所、まあ、当時から一番の事務所がそういうふうに言われてたんですよ、うん、当時でネクストではできたことになって、あれ、あの事務所めっちゃ良かったんじゃないかっていう流れになったわけですよね。で結局これって繰り返されていくわけですよ、その事務所の再評価っていうんですか。だから僕たちも活動を続ければ、まあ、新しい勢力がまたできてくる可能性がありますよね。ネクストに次ぐ勢力、もしくはネクストステージより先にやった勢力が何かなった時に、結局またまあちゃんとやってれば再評価が来るというふうに思ってて、僕はだから、まあそのインパクトに残るというか、頭に残るという点において今僕たちはいい感じなのかなというふうには思ってます。で結局長い間続けていけば、まあ、歴史ができればできるほど、まあなんていうか人の心って結局変わって移っていくもんなんで、今すごい嫌いなんでもう1年後は好きになってるかもしれないですし、まあ、逆に今好きな人でも1年後嫌いになってるかもしれない。それって結局、まあ、もうネクストメンバー僕たちの今後の活動の仕方次第というか、動画の内容次第だと思うんですよね。で、ツイッターでの発言であったりとか、人間性なんかっていうのよりも、結局みんなが見てるのってやっぱ動画の内容で、動画の内容が良ければなんやかんややっぱりずっと応援するし、で動画の内容が悪ければ人間性が良くてもすぐ離れていく、結構趣味な世界なんですね、その辺って。やっぱ動画の内容が面白くなかったら見ない、それは好き嫌いで見る人もいますけども、ポンプアップ YouTube の視聴者って面白いから見てるとかだと思うんで、この辺はすごいねシビアな世界なんかなと思います。だから僕たちも別にもう嫌われてる嫌われてない別として、やっぱ面白くない動画というかね、そのみんなの興味を引かない動画をアップしてしまう、アップしだしたらすぐに人気っていうのは落ちていきますし、勢いっていうのは減っていくと思うんでね、その辺はだからなんていうか気をつけながらというか、まあ、考えながらね、飽きられないように、うん、見られなくならないように、見られなくならないというか見られないようにね、まあ、とにかく僕らに活動していけたらなっていう感じですね。佐川急便の人みたいな手際の良さ、結構減ってきたな、まあ、半分まで行ってないんで、だいぶ減ってきましたよ。もうそろそろいいやろって言いたくもなるけど、ここで途中でやめたら残り下全部入ってなかったんじゃないんかっていう、結局のところそういう、まあそういう、まあ揚げ足を取ろうと無限に取れてしまうんで、うん、そういうふうに絶対言えないとこまでもうやります。もうここまでやってる以上ね。でもちょうど1回になりましたけどね、なんかゆっくりこういうふうになんかダラダラと話すってことをあんまり僕動画でしないんで、普段の動画はねなんかこういうふうな感じじゃなくて客重視というかね、こんな感じでやってるんで、たまにはこのなんかダラダラと軽く自分の考えであったりとか、これからの方向性を喋るっていうのがいいかなっていうふうに思いましたね。 あとね、これ今僕が今確認してますけど、今回このプレゼン企画で一緒にしたネクストステージのメンバーも全員そういう不正行為というか、空箱みたいな行為はしてないので、その辺に関しては安心してほしいなと思います。そこはまあちょっと信用してもらえるか分かんないんです、僕の方が保証します。まあちょっと言葉に説得力ないかもしれないんですけど、まあ実際ね、この総額1000万超えるプレゼン企画っていうのはかなり前から計画されたもので、まあ、かなり前から計画したかったこの台数集められないんですよね。やっぱり100台でプラス祭りで僕200台集めたんですけど、その祭りの後に
作戦としては戦略としては祭りで多分再生回数がすごいおそらくある程度来ると思うんで、その後にドカンとさらに全員で行くとすごい盛り上がるんじゃないかっていうことで1ヶ月以上前から計画されたあれだったんで、まあ入念に準備してきた、あれなんですよ。実はその思いつきでパッとやろうと思ったんじゃなくて、まあ、タイミングはか見計らってね、お盆のタイミングに合わせて祭り動画を出して、お盆入ったと同時に祭り動画を出して、その次の日に、まあ、今回のプレゼンが行ったと思うんですよね。まあ、だから思いつきでやったやつじゃないんで、適当にその集めた適当に集めたわけじゃないんで、その辺はまあまあ信用してもらえたらと思います。僕の台数が一番多いんでね、一番多分怪しいっちゃ怪しい、疑う人も絶対疑えるというか、多分金額的には僕が一番多い、大きいんで、面倒なるわこれ。毎日これやったらめっちゃ多分鍛えれる気がするわ。腕も足腰も全部使うからこれ、全てのスタート、これ運動ないでこれ、うまい、あーきつい。ちょっと一旦トイレ行きます。ちょっと名人ちょっと断らなくて、はい、このポジション、はい、ちょっと名人トイレでしょ、お茶休憩でしょ。名人早いの、一発目がめっちゃ早いやん。今起きてたんじゃん。パッといこう。じゃあ俺ちょっとトイレ行ってな、はい、あれや、腕骨折したの。お前無理や俺。あ、まあ任せてください。俺はちょっと喋るのあれやけど、ちょっと俺ほんまには腕骨折したみたいで、まあ明日のほか中止やな。いやいや、アクションは俺肩骨折やるつもりやな。どっち骨折したの。え、どっち骨折したの。右手やな。あ、右手やな。トイレでなんか携帯触っとったら、携帯が指に絡まって。そんなことあるわけやろ。悪いけどあれやわ。おめっちゃ進んどるな。だ名人多分もっと多分プレステ4のハイデッドなんですかね。めっちゃ早いな。特にプロ、まあ、プロやな。これが PS の職人、素人でプロの差を感じるわ。 ありがたいな。でも、それの名人やったかもしれんな。まさかまさかですね。 PS4 名人、PSO のプレゼント企画の特化した名人やったかもしれん。あ、甘したいねこれ。ちょっと骨折したのになんか自分でお湯は入れるやん。お湯は誰でも入れるやん。赤子じゃないやん。甘したいなこれ。まだこれ多分その飯食いよ、食いよ、あい全部行く感じやなこれ。まあこれはまあ、あれやな、俺も飲むんじゃないけど仕方ないな。もう進み方のやっぱ違いはあるやな。まあ喋ってへんっていうのもあるやろかな。あ、はい、違います。もう右手使ったことやんか。いや、こそだったら疲れ。俺も今日よう喋ったからな、前半で。まあまあよう喋っとったな。特にこれ以上喋ることももうないかなと思って。まあ今これノーカットやもんな。あ、ちょっとやな。いけ、後ろではね、新規パーとリュウタクも頑張ってますよ。髪の毛ピン止めに止めてね。ピン止めでな。
名人の役これめっちゃ楽やん。これここここめっちゃ楽で起きづらいから。これめっちゃ楽やで、これ名人の役今思ったけど。こんなに楽なの取った。いや、これ終わりやで、これ。これで終わりやから。これ私終わりやから。めちゃくちゃ。いやでも上ちゃんと締めてました。これ楽やで、これ。これやったらほんまに3時間でできるんじゃないかな。でも俺プレイステーション4も多分手作業で入れられたんやな。だから誰かこれ同じようなことしようってことやもんな。だからプレイステーション4に中に機材を掘り込む世界チャンピオンみたいなのが俺やん。絶対多いじゃん、ここにめっちゃ早いんだよ、これ入れるから。慣れてきてやばそうやもんな。そろそろゾンビできたから食べるわ。もう終わるやん。いやもうちょっと頑張ってほしいね。若い人間頑張るな。じゃあお、本当なんだ。マサみたいに、この動画をメガネで撮ろうと思って、このボタン1000回になるんだ。いやいや、はい、じゃあラスト時代出ましたね。ここに入ってなかった、入ってないこと面白いことありますよ。入ってなかった。1台だけからもがいたら面白いな。そこ買ってくるの、いいじゃん、店。OK 終わった。はい、揃ってましたね。100台の中身全て全てあるという証明になったと思います。昨日の動画でね、この100台のプレゼント企画しているので、まあ、今日の動画で僕のチャンネルをした方はぜひ昨日の動画、1日前の1個前の動画見てね、欲しい方は応募してきてほしいと思います。というわけで今後ね、まだプレゼント企画僕はやっていくので、またね、全部これ証明しようと思ったらこれが時間かかるってことなんですよ。のでなかなか難しいんですけど、まあ、今後まあ領収書とかね、見せるとかね、そういうふうなことをして本当にあるんですよっていうことを提示してからやった方がいいかなというふうに思いましたね。今回はこれで終わります。ありがとうございました。